カノンの調べ。日本の素敵は色とりどり。小池稲瀬のカノンの調べ。なでしこ学岡道へ。デザイナージュンコリーナがお届けする和心メッセージ。さて今日はいいお天気です ね。こんなに暑くなるなんて、うん、昨日の夜はすごい降ってたじゃないですか、うん、はいはい、私目覚めました何回か雨音で、ね、本当ですよね、すごかった、うん、一昨日20日に穀雨という季節に入りまして、うん、二十四節気だと、はい、穀物の穀に雨って書くんですね、うん、はい、だから植物とかその初めに植えた作物が恵みの雨となるような雨が降る時期っていう意味なので、うん、はい、ちょうどね夜降って昼間これだけお日様が出てると ねどんどん光り輝いていく季節ですからね、目がニョキニョキと出ますね、うん、楽しみな季節です、はい、さあ参りましょう。四季折々の家仕事、それは旬の食べ物から習慣、生活の知恵に際し春夏秋冬を織りなすたしなみ調。はい、春その6です。はい、今日はですね、去年もこの時期確か話をしたと思うんですけど、うん、このね春の芽吹きの季節になるとどうしたって新しいことを始めたくなる、ワクワクする季節じゃないですか。そうそうそう、なのでお稽古事の話をちょっとしたいかなと思うんですけれども、うん、はいはい、ね、お稽古事ってやっぱりなんか必ず必要ではないけれども、うん、心の潤いというかね、うん、はい、あの普通ね、例えばあの学生さんだったら学校に行ってる勉強以外に、うん、やっぱりもっとこうリフレッシュしたいとか知識を深めたいとか、うん、ね、たくさんありますよね。生活に潤いが出るっていう感じですけれども、うん、はい、お稽古っていう言葉の意味自体は広く芸事に使われる言葉なんだけれども、うん、主に練習を意味する言葉らしいんですけどもね、うんうん、はい、それはお師匠さんについて習うっていう意味があって、うん、稽古の稽っていう字、難しいからちょっと書けないかもしれないんですけれども、うん、稽古の稽っていう字意味には考えるっていう意味があるんですって、うん、で、はい、古いじゃないですか、うん、だから古の考えを取り入れて今すべきことを考える、うん、原点遡って自分の必要なものを見つける稽古をするっていうことらしいんですけど、恩故自身、はい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 、なんかすごい深い意味がありますよ ね。ただ繰り返しではなく、はいはい、古いものを学んで自分のものにしていくっていう感じなんですけれども、あと習い事って言葉があるじゃないですか、はい、習い事って稽古とどう違うとか、稽古と習い事、習い事の方がもうちょっと軽い感じ、うんうんうん、っていうイメージですかね。もともとあった言葉がお稽古事なんだけど、うん、それがなんか古臭くて重くてっていう感じで、うん、新しくできてきたのが習い事っていうこと。そうなんだ、だからだいたい使うときは同じように使うみたいですね。なんか稽古っていうとやっぱりほら、うん、日本の習い事の基本にあるのってみんな道がつくじゃないですか、うんうんうん、華道、書道、そう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 、茶道、ね、柔道とかね、うん、だからその道がつくっていうそのやっぱり稽古っていうそのなんか意味合いがすごく深まるのかなっていう気がしますよね。確かに、なんかしっかりその一回きりじゃなくて続けて長く深く学んでいくっていう印象がありますよね、うんうん、ありますよね。でお稽古事は流行り廃りが意外とあって、うんうんうん、今流行ってるものもあるんですけども、うん、ちょっと昔から遡ってみようと思うんですけれども、はい、明治大正時代、この時代にはまずお習字、はい、書道ですね、うんうん、でお裁縫、うん、茶道、華道とかね、パッと聞いた感じ、うん、趣味っていうよりかはやはり女の子の花嫁修行っていう一環としてやっていた色合いが強いって言われてるみたいですね、うんうん、中でも一番人気は茶道だったらしいです。やっぱね、礼儀作法と、はい、お行儀 ね大事ですよね。なんで笑うんですか。本当に私も笑っちゃったけど。おかしいな、おかしいな、え、書道の先生なのにそこで首かしげるのかしら。いや大事ですよ、本当基本ですからね、うん、姿勢にしろその所作にしろね、うん、でそれで昭和に入ってくるとまた種類がだんだん増えてきて、うん、今のものに加えて音楽的なもの、はい、ピアノとかバイオリンの音楽系、はいはい、で男の子だと野球、サッカー、うん、スイミング、はい、スポーツ系が流行るっていうことですね、うんうんうん、
私子供の時ってものすごくピアノ流行ってて、うん、はい、女子の半分以上はピアノやってた気がするんですけど、うん、やってましたね絶対やってましたねもちろん、まあ、あの私も漏れずにやってました。私もスイミングもやってましたしね、はいはい、あとあれですよ、私たちの頃ってソロ版、ソロ版もありましたね。ソロ版は生かされましたよね、うん今もね、でも本当こうあのニッチな感じでソロ版もねまだありますけど、確かになんかもうやらなきゃいけない、パソコンとかでできちゃうから、うん、逆にやった方がいいって言ってソロ版をやってる方多いですよね、うん、いますけどね、うん、いやもう私たちの頃はいやおうなく生かされてましたよねなんかすごくいろいろやってる子は毎日毎日いろいろね詰まっちゃう感じだけど、うん、でもその中から自分の向いてるものをね、うん、見つけられるといいかなって思いますよね、はい、うん、でだんだん平成になってくると、うん、スポーツも音楽も、音楽だったピアノとか定番だったものから、うん、フルートとかバイオリンとかいろんな楽器に派生してって、はい、うん、スポーツもちょっとえって聞いたことのないようなスポーツをレッスンにする方もいらっしゃるっていう感じで、うん、でも根強くピアノとスイミングだけはすごい人気があるらしい、ね、ありますね、基本中の基本って感じですよね、うん、今なんか話してるとやっぱり子どものね、うん、練習とか、うん、お稽古ってイメージがあるけど、大人もどちらかというとそういう傾向があったみたいで、はい、うん、その中でもちょっと廃れてきちゃってるっていうか下火になってるのは、うん、和のお稽古、うん、さっき言った茶道、生け花、うん、あと着付けがね、昔明治大正時代はあんまり教室ってなかったんですけど、うん、上から お母さんおばあちゃんから習うから、はい、戦後になってくると戦争の時に着物を着てなかったので、うん、着物を着る人口が減っちゃったんで、お稽古事として習わないとできなくなってきちゃった。そういうことになってたんだ、うん、で着付け教室がすごい流行ったんですよね、一時期、うんうんうん、だからすごい数の着付け教室が一時期はあった、うんうん、へー、なるほどね、うん、まあ、確かにね、おばあちゃんから習ってお母さんから習ってってありますけど、うん、でもうちはあの実は呉服屋なんですけど、でおばあうちの母は初耳ですけど、え、本当うちの母はあのそのおばあちゃん、うん、私のおばあちゃんから習ってたにもかかわらず、うん、やっぱり着付け教室行ってましたね、うん、そうなんですか。基本的なものじゃなくて、うん、やっぱりそのバリエーションとか、うん、本当に人に教えるためのものとして習わないとダメだって言って行ってました。私は何も着れませんけど途絶えないようにちゃんと勉強してください。いや、ちえちゃんに教えてもらうじゃあやりましょうそう、でもね、そうやって思ったところから勉強できるから、うん、大人になってもお稽古ってできるものですよね、うん、そうですね、うん、で今ね、私今の流行りっていうのをちょっと調べてみてきたんですけども、うん、はいはい、こんな感じですね、うん、これ後半ちょっとねいろいろ詰めてお話をしたいと思うんですけれども、はい、1曲かけたいと思います。ゆず色とりどりです。はい、ゆずの色とりどりを聴きいただきましたね。お花が綺麗な季節ですからね、はい、色とりどりにしてみました。いいですね、はい、うん、はい、では続きですね、うん、これからやってみたい習い事っていうことで、うん、大人の方に聞いたアンケートなんですけれども、はいはい、これ結果見たらね、今やっているやったことがあるお稽古事っていう大人の方のアンケートもちょっと順位がちょっと入れ替わってたりするけど、うん、中身はほぼ一緒でした。だからやっぱね、楽器と英会話は、うん、不動の1位2位でした ね、まあ、ね、そうですよね、うん、今英会話もすごい流行ってますもんね、うん、この後ね、デシコちゃんもね勉強して私たちも習ってることになるのかな。そうそうそう毎日イングリッシュですから ね、あと書道も入ってますよ。はい、書道は本当あの細々ですけどね、みんな続けてほしいなと思いますね。うーん、でも書道って書く機会が減ったから、うん、余計に自分で書く字っていうのは見直されてる感じはしますよね。そう、あの話をするとやっぱりあの綺麗な字書きたいっていう人はたくさんいるんですよ、うん、だけどあのいくら自分で練習しても、うん、なかなか上達しないところもあって、うん、やっぱりそこはもう 何の習い事でもそうですけど、先生に教わるっていうのは大事ですよね。確かに、なんか自分でよくね本屋さんにある練習帳とか買ってもうまくはならないですよね、うんうん、っていうか続かないやっぱり添削とかしてもらわないとね、うん、ピアノだってそうじゃないですか、うん、あとは
お料理とかもね、いろいろ、多分ね、いろんな国の料理とか習えるんですね、今ね。そういうのとかも人気なんじゃないかなと思うんですけど、あと運動系が人気があるっていうのは聞きましたね。そしたらやっぱりヨガ、ピラティス、ダンスとか入ってますよね。ね、やっぱヨガとか不動ですよね、これ2年ぐらい前のアンケートなんで、おそらく今取ったらなんかコロナ禍でね、体力つけなきゃっていうので運動がもうちょっと上がってくるんじゃないかなって私の予想はするんですけど、やっぱりね、なんか手芸系よりか身につけたら活用できるっていうものは人気があるのかなと思うんですけれども、確かに最新の人気はきっと純子さんが知ってるのかなと思うんですけど、そうそう、今ね、あの結構なんか見てると YouTuber 講座、あなたもユーチューバーになれるってやつですか？そうですそうです。でもね、意外ちょっと見たんですけど、意外と的を得てるし、考え方をこういうふうに持ってった組み立て方とかってちゃんと説明してくれるんですよ、でも闇雲に始めるよりはやっぱりユーチューバーになりたいっていう人いっぱいいるじゃないですか、でだから気軽にできるし、もう本当に一般的になりつつあるんでね、ユーチューバー講座、確かにいいな、なろうと思えば誰でもなれるけど、ちょっと全然やったことない人からすると、すごくハードルが高い感じがしますもんね。高いし、なんか何も知らないで始めちゃうと早くやめちゃうような気がします。やっぱりリサーチ大切ですよね。もしかしたら純子さんもデビューしてるかも。いや、デビューはしてないですけどね。はいね、今本当にいろんな稽古事があるから、なんか好き嫌いせずにちょっとピンときたらやってみて、自分に合うものを探してもらうといいかもしれないですね。ですね、本当ですね、私もね、昔一番初めに勤めたのが着付けの学校だったので、春と秋とあの開校時期があるんですけれども、春ってだいたい家族のことが終わって、で大人の女子っていうのは全部みんなの環境が整って、4月後半5月ぐらいから習い事始めたいっていう人が多くて、そこから始める人が断然多かったんですよ、だから皆さんもぜひね、この時期ゴールデンウィークとかに吟味して5月始めてみるといいんじゃないかなと思いますね。本当ですね。はい、アレンジ次第で素敵も変わる、心を豊かにするものはすぐそばにあるのではないでしょうか。毎月第2第4週は色とりどりに、小粋、稲瀬、カノンの調べ。